旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人の川瀬木の葉です。大人気の海外旅行先といえばやっぱりハワイですよね。真っ白な砂浜にキラキラ輝く透明な海、美しく開放的な空間が広がるハワイ。何回訪れても楽しくのんびりとした時間が過ごせるリゾート地です。そしてハネムーンでも常にハワイは人気の上位。大好きな恋人とハワイ旅行を訪れようと思っている方も多いことでしょう。今回はカップルで泊まりたいオアフ島の贅沢ホテル10カ所をご案内させていただきます。旅行の達人。まずは1つ目、モアナ&サーフライダーウェスティンリゾート&スパです。モアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパは1901年創業の歴史ある老舗ホテルです。世界で一番ワイキキビーチに近いホテルとしても知られています。その堂々とした迫力ある外観とクラシカルな内装がとても素敵で女性にも大人気です。客室からの眺めはもちろんのこと、ホテルのプールからの眺望もとても素晴らしいです。またカップルで一緒にスパを堪能していただけるカップル専用の部屋もありますので、2人で極上のリラックスタイムを過ごしてください。続いて2つ目、ザ・カハラホテル&リゾートです。ザ・カハラホテル&リゾートはワイキキビーチから車で15分のところにあるカハラの奥まった場所に静かに佇んでいるホテルです。多くの著名人も訪れるハワイでも屈指の高級ホテルです。オーシャンビューの客室からは美しいカハラ浜辺やダイヤモンドヘッドの景色を見ることができます。ホテルのプールも広くて素敵ですし、イルカと一緒に泳ぐこともできるんですよ。またマリンツアーなどのアクティビティも充実。豪華なホテルでの素敵な時間が2人の旅行を特別なものにしてくれることでしょう。続いて3つ目、シェラトンワイキキホテルです。シェラトンワイキキホテルは客室数1600を誇る大規模な高級ホテルです。ワイキキビーチの目の前にそびえるホテルで、客室から贅沢にビーチを一望できます。シェラトンの魅力の一つが様々に楽しめるアクティビティの数々。より2人をロマンチックな雰囲気で包んでくれるのが 3D プールプロジェクションマッピングショーです。広大なプールがプロジェクションマッピングによって美しく彩られます。さらに2017年全米ベストホテルプール10で3位に選ばれたインフィニティプールもおすすめですよ。続いて4つ目、ハレクラニホテルです。ハレクラニホテルは一流の素敵なおもてなしが自慢の人気の高級ホテルです。特にサンセットタイムには夕日とホテルの姿が見事に溶け合って美しく輝きます。まるでお姫様にでもなったかのような気分が味わえますよ。客室においても美しい景色を眺めながらのオーシャンテラススイートやダイヤモンドヘッドを一望できるダイヤモンドヘッドプライムスイートなどは絶対のおすすめです。どの部屋も贅沢に作られていて非日常感を満喫できます。白を基調にとした開放感ある客室が2人のロマンチックな旅行を彩ってくれます。続いて5つ目、ハイアットリージェンシーワイキキリゾート&スパです。ハイアットリージェンシーワイキキリゾート&スパはワイキキビーチカラカウア通りに面したツインタワーホテルです。その立地の良さはもちろんのこと、プールやジャグジーなどの設備もとっても充実しています。客室も広々としていて清潔感にあふれたデザインになっています。特別な日を迎えるのでしたら40階にあるプレジデンシャルスイートやアンバサダースイートをぜひご利用ください。贅沢な景色が堪能できるリラックスタイムを過ごすことができます。続いて6つ目、ロイヤルハワイアンホテルです。ロイヤルハワイアンホテルはコーラルピンクの外壁がとても可愛い。他の高級ホテルとは
一味違ったデザインのホテルです。スペインのムーア様式を採用したデザインで、豪華で優雅な雰囲気にあふれています。客室はモダンで繊細な感じに仕上げられていて、高級感に包まれています。オーシャンビューの部屋やガーデンビューの部屋など、客室のタイプも様々あります。またホテルのマルラニプールでは、プールサイドの椅子に恋人同士で寝転んでゆったりとした時間を過ごすことができます。続いて7つ目、ワイキキビーチマリオットリゾート&スパです。ワイキキビーチマリオットリゾート&スパは、ワイキキビーチに沿ってあるホテル群の中でも最もダイヤモンドヘッド寄りにあるホテルです。リニューアルも終了し、とても綺麗に改装されたと評判のホテルですね。開放感のあるロビーではゆったりとした時間を過ごすことができます。特別な2人の旅行なら、ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドが一緒に眺められる部屋をぜひとも利用してください。贅沢な景色に酔いしれ、ハワイのムードも最高潮になりますよ。続いて8つ目、アウトリガーワイキキビーチリゾートです。アウトリガーワイキキビーチリゾートは、ワイキキビーチの目の前でロケーション最高のホテルです。またワイキキにあるホテル群の中でも中心地に立地しているので、ショッピングや観光にも便利ですし、ビーチに行くにも高アクセスです。客室はハワイアンなインテリアで飾られ、よりハワイ気分が満喫できます。オーシャンフロントの部屋からはワイキキビーチの美しい眺めが独り占めにできますね。恋人と素敵な眺めを見ながら、ロマンチックな雰囲気に浸ってください。続いて9つ目、ヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートです。ヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートは、とても広くアクティビティも充実のホテルです。3つのプールを完備して、自然に囲まれた贅沢空間でのんびりと過ごすことができます。せっかく2人での特別な旅行なのですから、オーシャンフロントの絶景が見られる客室で宿泊するようにしましょう。客室はシンプルで落ち着いた雰囲気になるよう演出されています。またホテルにあるプールには、なんとウォータースライダーもありますし、プールサイドでショーも行われます。最後10個目、フォーシーズンズリゾートオアフコーリナです。フォーシーズンズリゾートオアフコーリナは、世界中でその豪華さを誇っているフォーシーズンが2016年にオープンしたホテルです。ワイキキからは少し離れていて、車で約45分ほどのところにあります。開放感のある作りは、非日常感を感じさせてくれるに十分な贅沢さです。特別な日でしたら、ハワイの西海岸の海が一望できるスイートルームを利用しましょう。木のぬくもりを感じるゆったりとした部屋では、日々の喧騒を忘れ、二人きりのラブラブな時間を満喫できますね。今回はハワイでカップルと泊まりたいホテルベスト10ということで、ハワイのオアフ島にある贅沢で高級なホテルをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。素敵な空間で大切な人と幸せな時間を満喫して、素敵な思い出を作ってくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。